高井田山古墳は大阪府柏原市安藤町にある古墳。形状は円墳。国の史跡に指定され、出土品は柏原市指定有形文化財に指定されている。高井田横穴母群の史跡整備に伴い、発掘調査が実施され、古墳時代中期の古墳であることが判明した。近畿地方で初期の段階に属する横穴式石室の遺構が検出され、 同性ののし、同郷、ガラス玉、甲冑、武器、杉駅など様々な遺物が出土している。高井田山古墳は1974年の分布調査によって古墳時代後期の代表的な群集墳である平尾山古墳群の高井田市群第2子群56号墳として確認され遺跡分布地図に記入されていた。この古墳と隣接する国の史跡、 高井田横穴母軍が所在する地区付近を区画整理し開発する計画があり、同横穴母軍の隣接地が開発された場合、水脈や植生の変化により横穴墓の風化を助長させることも懸念されたため、横穴母軍の史跡保存区域を3000平方メートル広げることとなった。そして、この区域に平尾山古墳群高井田新群第2市、 群五十六号墳も含まれることとなった。この古墳を横穴母群と共に史跡公園の一部として整備、保存するために1990年に柏原市教育委員会によって発掘調査されることとなり、古墳の全貌が明らかにされることになった。墳球の北側は宅地として造成されがけとなっており、西側は道路を設けた際に削られ、急斜面になっている。 南側と西側は人為的な改変を被っていないが、発掘箇所のほとんどでは、強度下数十センチで地山となっており、森土の大半が流出しており、前方後円墳の可能性もあるが一応、直径22メートルの円墳と推定された。石室内の土砂からは、円筒埴庭や朝顔形埴庭さらに二形埴庭が合わせて9個体分出土しているが、 工述する横穴式石室の上部が、洞窟などにより崩落した時に噴頂部から転落したものと考えられる。石室原室上、奥壁方向、下、沿道方向。噴球頂部で多数の石材が検出され、石室の存在が確認された。石室は地山を平坦に成形して掘り込まれた東西8メートル、南北9メートル前後の楕円形の墓工場に、 構築された横穴式石室である。石室の上部は破壊崩落しており、原室内に多数の石材が転落していた。石室の構造は、扁平ない大使を積み上げて築かれた片袖式、横穴式石室である。原室の規模は、長さ3.73メートル、幅は、丘壁で2.34メートル、原文部で2.26メートル、やや奥に開く。 長方形平面を呈する。沿道部は閉塞石をそのまま保存したため正確なところは不明であるが、長さ2.0メートル、幅は原文部で1.18メートルを測る。原質の高さは奥壁の残存部で約1.3メートルを測る。構造的には近畿地方の横穴式石室の最後の時期に属する。 藤の森古墳との類似点や朝鮮半島くだらの初期横穴式石室の影響も指摘されている。白石太一郎のように、東古墳の横穴式石室を、機内型横穴式石室の最古形式とする考えもある。また一の瀬和夫のように出土世紀の変年から見て、藤の森古墳の石室より一段階降るとしながらも、現室が藤の森古墳より、 幅広のプランの高枝山古墳の石室が、後の近畿地方の大型横穴式石室の系譜の諸言ではないかという指摘もある。出土品柏原市立歴史資料館展示。石室内は洞窟により、かなり攪乱されていたが木管に使用されたと考えられる鉄製のカスガイの分布状況、副装品の配置などから2つの木管が置かれていたことが推定された。 原質の中央に置かれた棺の位置からは、純金製耳は1個、鉄刀1口が検出されている。原質東側壁に沿って置かれた、もう一つの棺は、完材に、高山木を使用しており、棺に伴う異物として、新人流庫が増強1面、のし1口、純金製耳は2個、鉄刀1口、トース2口、ガラス玉が5分に分かれて検出されている。 二つの棺の周囲の石室内からは、槍と判断される、鉄製品が、破片も含めて7点、矛が9点、槍、または、矛の付属金具である石突き18点以上、鉄属多数、横葉ギータ病流昇格付け株と、赤べ鎧、健康、小座根、バグであるブみの破片、具、釜、死、トース、近同片、末期多数、弾きなどが出土している。 のしは近年までアイロンとして利用されていた日のしの形をした同製品で、中国では、寒大以降、朝鮮半島では5世紀以降の墳墓から、しばしば出土するものであるが、日本国内の古墳からは、新井沢千塚古墳群の126号墳など4、例しか出土していないものである。朝鮮半島くだらのブネ王の両墓からは、東古墳、出土品と最もよく似たのしが出土している。 また、木管から出土したガラス玉のうち一個は、金層ガラスで新材のガラス管と外側のガラス管の間に金箔が挟まれている。日本の古墳では、やはり、新座は126号墳をはじめ5レしか、出土例がない。また、蒸気の名横領からは、同種のものが大量に出土している。出土品は2008年に一括して、 柏原市指定有形文化財に指定されている。古墳時代中期以降の古墳の築造年代を推定するため最も手がかりとしやすい、水期は壺、木台、足付壺、有害高月、無害高月、破層などが出土している。これらの水期の形式は、田辺正像による末村用出土水期の変年の TK23 形式から TK47 形式に位置付けられるもので、 西暦480から490年頃が考えられるという、平尾山古墳群や高枝横穴墓群より半世紀近くも先行する時期の古墳であることが明らかとなった。東古墳の被葬者としては、横穴式石室の構造、規模が韓国総山里古墳群などくだらの王族クラスの古墳の石室に類似し、出土遺物にものしのように共通点があることから、 くだらからの技術工人らと共に捕らえした集団の、長で、王族に匹敵する人物を想定する説もある。具体的な悲奏者としては、特に、金子王の墓に否定する説がある。柏原氏指定有形文化財、高井大山古墳出土品の明細。ありがとうございます。